カサゴです。どうも、山崎です。どうもです。ティオです。それです。ネオムです。よいしょー。さあ、今日なんですけども、はい、順位長の持ち込み披露ということで、はい、お願いします。第2回三夫婦で指定王のトーン。イエーイ。第2回。そうなんですよ。これね、まあ皆さんもね、見たと思うけども、めっちゃ評判良くて、確かにやってみてめっちゃおもろかったよ。面白かったよ。いやー、爪嫁のまさかのね、サメコントが見れるとは思わなかったというか、結果的にやり終わったのも、スネマも楽しかったって言ってくださったんで、今回第2回、コメント欄でも、いや、すぐやってほしいってのがめっちゃ良かったから、ちょっとやろうかってなりまして、順位長よろしくお願いします。まあ初めての方のためにもね、ちょっとルール説明の方。かしこまりました。はい、まず三夫婦には2チームに分かれていただき、そうね、そして先行後攻を決めていただきます。はいはいはい。先行チームがくじの中から3つのワードを選んでいただき、これありますよね。はい。後攻チームは見られないように、車で待機していただきます。そうなのよね。はい、はい。そして先行チームが3分間トークをしていただいて、3分以内に指定ワードを言えた数だけポイントになります。そうなのよ。はい。トーク終了後に、高校チームが何が指定ワードだったかを予想していただき、これが難しいねんな。3つ回答していただきます。はい、ですね。それがもし正解していれば、そのポイントは没収となってしまいます。ゲットされたポイント没収されちゃうんだよ。はい。そして高校チームも同様に行い、こちら全部で2回戦やっていただきます、うん、はい。よりポイントが多いチームが勝ちとなりますので、はい、よろしくお願いいたします。そうなんです、はい。そしてね、ちょっと今回ちょっといろいろ皆さんでね、こう話し合わせてもらったんですけど、はい、前回やった時、ちなみに僕とリオちゃんと常嫁チーム、はい、ダイトンボ常嫁作チーム、はい、同手やってんな。そう、うん、でまたリベンジしたいっていう話をしてたんですけども、いろいろ話しちゃった結果、やっぱり変えてもいいんじゃないかっていう、うん、ね、組み合わせを違うパターンもちょっと視聴者さん的にも見たいんじゃないか、はい、我々的にもいいんじゃないか、新鮮でということで、今回は大きく変えました、はい。前回は夫婦がバラバラになるようにやりましたよ、ね、やりましたよ。今回は、はい、一気にやりたいと思います。なので、ひょっとしたら夫婦一緒になる可能性ある、ある、うん、ひょっとひょっとしたら、はい、男性チーム VS 女子チームになるかもしれない。可能性はあるよね。ガチなんで、はい、ここにね、入ってますから、こうやって赤白チームや、赤白で、はい、これで一気に引きますから、はいはい、これ非常に楽しみ。あれ楽しみだよ。ちょっとまあ引いてから意気込み聞こうか。あ、そうですね。これこうなったらね、はい、チーム大事やからね。そういうことです。これは運命の組み合わせですよ。そういうことです。よし、じゃあ僕こう混ぜるんで、僕最後にいきます。はい。さあ、どうなんやろ。はい、持ってください、はい、せーので持つ、はい、せーの、これ OK。 はい、はい、じゃあいきますね。はい、チームはこちらです。せーの、じゃん、白。白チームがカジサックトンボ常嫁、はい、赤チーム嫁サックリオちゃん常です。おもろい。おもろい。なんか新鮮やで、ね、これ夫婦分かれてる。分かれてる。ほんまや。すごいっすね。すごない？ほんま、一瞬俺お前と夫婦や思ったら。やだやだ。何それ。何？最近マジで嫁サクよりもお前との方が一緒におるんじゃん。なあ、バタバタしてるから、ね、バタバタしてるから。すごい、別れたやん。ほんまや、こんなんある。ただ爪お前がなんかいいじゃないか。いいですよ。もしかして私今日ギャルやるかも。ギャルマストちゃうから。そうですよ。あれ、やっぱり大事なのはこれやから。そうそうです。指定ワードによって設定考えた方がいいから、はい、そうそうそうっていうところだよね、うん、はい、いや、聞いていきましょうか、はい、まずヨメサック、これリオちゃん、ツネとのチームです、うん、そうですね。やっぱりあのツネさんと前回チームが一緒で、うん、すごい楽しかったのと、はい、やっぱりリオちゃんはすごい頼もしいなと思うので、うん、すごい楽しくできそうな。いいね。さあ、リオちゃん、前回、はい、あの敵だったお二人だったので、うん、前回すごい上手かったなっていう印象があったので、うん、頑張りたいっていうのと、あの私前回一回も指定ワードを言えなかった。そういや、そうやった。まさかのね、いっぱい喋ってたの。今回こそは皆さんに貢献できるように頑張ります。はい、あ、はい、今のちょっとリオちゃんらしくないな。
ヒントになったな、うん、でもこれもリオちゃんの作戦かもよ。なんちゅう女や。なんですかそれ。なんですか。2人ともフォローしないですそう、なんかなんでトンボさんがリオちゃんのフォローしてる敵チームこれなんちゅう女やって。今なんか襖見えへん。変な歌舞伎見せられたみたいな。古かった。下がれ。思考よれ。いいいいいい。下がりなさい。さあトンボさん、僕ももう前回とあの違う組み合わせ。そうね。お、そうそうそう。前回見ててやっぱりカジサックがやっぱ回してくれるし、うんうん、常嫁さんも指定ワードの掘り込み方がうまいのよ。そうそうそう、だからこれ絶対勝ちますよ。オッケー、いいですね、はい、さあ常、うん、いやちょっとやっぱりこういう組み合わせで初めてなので、うんうん、あの引っ張って頑張って引っ張っていけるように。無理やろ。引っ張って頑張って引っ張ってってお前。引っ張って頑張って引っ張ってって引っ張ってで挟むなお前。頑張ってよ、引っ張ってで挟む。サンドイッチすなお前。引っ張ってバーガー。引っ張ってバーガー。新作常キッチンカー。いつ食べれんの。引っ張られて。引っ張られて。いつ食べれんの。新発売。新発売。新発売。絶対売れない。ロケキッチンカー。いや、もういいんですよ。赤赤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 乗っかってばな。新発売。ラスト、ラスト。食べやすくなっちゃった。食べやすくなっちゃった。乗っかってばな。790円。竹が。行ってください。お前の。すいません。失礼して。お前は回せ。楽しくなっちゃった。本当にすいません。この三夫婦企画はこのオープニングトークも醍醐味でございますけども、さあ常嫁いかがでしょうか。まあこれも楽しんで楽しみたい。とはいえやっぱり勝ちたかったりする、はい、というところなんですけども、はい、さあそして先攻後攻大事なんで、そうですね、これちょっと決めたい、うん、はい、じゃあ代表者じゃんけんで決めますか。決めましょう。ちょっと常嫁いっちゃってください。ここはお願いします。リオさんお願いします。おじゃあリオちゃん、はい、常嫁で、はい、よし、最初はグーじゃんけんほっ。おいっす。さあ、つなみどっちがいいですか。高校で。高校で。いいですね、様子を見ながらで、はい、そうですね、わかりました、はい、なので、高校の我々、僕とんぼ、つなみが今から車へ、はい、はい、そして、嫁さくりおちゃん、つなみチームが指定ワード3つを、はい、今から引いてもらう。つなみ、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 つなみって言ってる。もう最近一緒に良すぎて嫁みたいやん。全員が妻に見える。一夫多妻制度。国はどこだ。何でも乗るなよ。お前。さあ、俺、俺が90分。いや、お前、関係ねえだろ。私が何番目の嫁かしら。すいません。映ってる時にやった。あー、そうか、失礼。調子いいですね。すいません。めちゃくちゃ顔作ってた。もったいねえわ。たっぷりいい顔しました。広かった。はい、失礼いたしました。広かったよ。8番目です。8番目。でも嬉しい。広げんなよ。広げんなよ、こっち側のやつは。はい、失礼しました。いろいろ失礼しました。はい、ということで、じゃあ行きましょうか。はい、はい、本日もせーの、お願いします。はい、じゃあそれでは先行チームの方から指定ワードを選んでください。はい、はい、じゃあ嫁作から。はい、じゃあ、はい、行きます。はい、史上最高。おー、うん、史上最高。難しい。むず。史上最高、ま、いっちゃいますか、ね。はい、次多発 しない方が良さそうですね。そうですね、うん。神、神はいいんじゃないですか。なんかいいです、ね、ちょっと相性良さそうです。確かに、確かに、ね、確かに、確かに。息、息。
いいのが来ればなんかうまくね、はい、ピエンどうなんでしょうか、うん、どうなんだろう、どうなんだろう、え、初めからなんか、はい、なんかのキャラになる感じ、それそこですよね、そこをちょっとどうしようか迷いますよね、オタク、あ、なるほど、あ、いいですね、良さそう、オタク良さそう、はいはい、確かに他の言葉ちょっと一回ちょっと考えて、そうですね、他の言葉があるか、はい、はいはいはい、なんか来たとかそういうこと、あ、そっかそっか、そうですよね、いつのオタクだって感じですけど、はい、リオシとか何ですか、リオシとか呼ぶ感じですか、ね、あ、熟し違くないんだ、それ消防のやつ、死で引っ張られてる熟しが最近ハマってるものとか、うん、はい、そういう盛り上がりはできそうですよ、ね、はいはい、史上最高のあれを見つけましたよみたいな、あ、常殿みたいなピエンなんだがいいんじゃないですか、いけますね、行ってみましょうか、行ってみましょうよ、はい、はい、はい、さあそれでは先行チーム3分間トークスタート、リオ殿、嫁サック殿、つねし、つねしこちら非常におこでございます、あ、何があったでござるか、史上最高のおこな出来事がござる、あ、ござるの史上最高のおこがござる、うん、なんでござるかな、あ、それがし、本当にあのこの間地下鉄に乗ってたんでござるけども、むむ地下鉄、うん、むむお年寄りに席を譲ったのにオタクが座りやがったでござる、おこです、おこですな、非常におこでございます、おこでもありピエンでもある、本当にピエンピエンピエン通り越して、うん、うん、ピエでございます、あ、それは最高級でござるな、本当にたまらんでござる、あ、たまらんでござる、それは史上最低でござるな、本当に困ったでござるよ、あ、ヨメシは最近史上最低の出来事あったでござるか、あ、リオ殿、私にも聞いていただけるのでござるか、汗最近推し活をしているのでござるか、よき完璧な曲が出たあのアイドルグループを知っているでござるか、あれだあれだあれだ、神ですよな、さ、神です、あ、あいつ、あの、あのですよね、あれだ、あれだ、あ、あ、あげあげのやつ、あげあげのやつ、あ、あ、あげあげの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 やつでござる、それ、史上最強と聞いたでござる、史上最高でござった。うちも行きとうござる。ああ今度推し活にでも行かぬか。うん、行こう。あ、そしてみんなでぴよぴよダンスを踊らぬでござるか。ああ最高。史上最高でござるな。最強でもあるでござる。ああ神々。あげあげ。ああブツブツ。ブツブツ汗汗ブツブツピヨピヨピエンピエン史上最強の出来事があってでござる、なんでござるか、お家で飼ってたワンちゃんが、うん、終了終了でございました。これ、はい、2回目やからこそかもしれんけど、うん、多分うまい、うん、もううまそう、うまそう、かなり
腹立つわー、史上最高と史上最強腹立つわー。うまいこと入れて。あとトンボが一個すっげー気になってることがあったんだ。うん、いや、何しょってんねんみんな言うよね。そう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 、あとキャラ入れてきたんやっていう。そうそうそう、はい、それもちょっとびっくりした。いきなり入れてきたと思って。爪嫁もどうですか。なんかちょっと難しかったです。むずいっすよね。いや、かなりワード入れ込んできたなっていう。入れてた入れてた、なんかな、そうだよな。ちょっと3人で考えて、はい、3つ出します。はい、はい、さあ、ということで、はい、答えが出揃ったということで、はい、めちゃくちゃ悩みました。いや、悩んだ。マジでうまかった。めっちゃ楽しかったですよね、でもね。楽しかった、はい、楽しかったです。でも3人でいろいろ話し合った結果、マジで選んだ、3人で選んだ、はい、はいはい、では、テンポよく答えを。あ、なるほどね、はい、確かに1個ずついくとかね。 OK、わかりました、いきます。はい、最強推しおざる、どうだ、発表します。はい、3つのワード、はい、1つずつ発表していきたいと思います。はい、神、ピエン、史上最高ということで17ポイントゲット。やったー、すごい、やったー、すごい、17だって、すごい、これはすごいですよ。だから、全部書いててん。そう、全部書いてる、もちろん。で、最後に悩んでたのが、史上最高、最強、悩んでるけど。動揺が隠せない。でも、いろいろ話し合ってたら、史上はないんちゃうか。そうそうそう、最高か最強はあるんじゃないか。で、最後の最後まで、神を入れるかどうか迷ってて。いや、神なんか、ピエンもそうか。あー、やばい、いや、マジでやばい、これやばい、これはすごい、そう、すごいですね。パーフェクトかい。 17?17 やって、前回だって9とかやったやん。そうですね、すごい、くっさー。いや、素晴らしい、ありがとうございます。やったー、お見事でした。やっぱコントがお見事でしたなぁ、はい、お見事でした。うん、くっさー、悔しいね。まあでも頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう、これは、は気合入ってきた我々チームです、頑張ります。はい、さあ、それではですね、高校チーム、はい、指定ワードをお選びください。はい、よし、はい、ちょっとまだ引きずってる。いや、もうめっちゃ悔しいんだけど、マジでずっと悔しがってますもんね。いや、だからもうほんまに最後まで悩んでたからね。でもしょうがないから、しょうがないね。俺から行こうか。はい、これ大事だもん。大事、これでどんな感じでね、喋っていけるか決まるから。マジかよ。お、何ゲッツ。いや、これ怪しい。でも、うん、いろんなギャグ入れる。あ、確かに、なるほど、往年のギャグ、確かに、うんうんうん、これいけるで。アインアインアイン、そうそうそう。めっちゃいいや、これいけるって。やりやすい、いける。常読め、アインアイン、おい、常読め、こまねち、こまねち、あ、そうそう。いけます、いける、いける、いける、これいけるぞ、いけるか。常読め、こまねち、こまねち、できるか、さすがに。せめてアインにして。そうですね、かつねよめさん、ゲッツいくかですか。わかりました、うん、確かに、うん、ちょっと考えます。これでも入れやすいかも。入れやすいよな。よし、じゃあ僕引きます。これ運だよな。頼む頼む、アイン来い。アイン来たらもう、もう勝ちやろ、勝ちよ。あ、いいと思う。うそやめ、マジ勘弁。あマジ勘弁、いいですね。マジ勘弁はでもいい、でも言わねえか。だから結局ギャルになってくるよね。マジ勘弁、ギャルだとやりやすいっすよね、うん、なるほど、どうなんだろう。ちょっと後で考えよう。マジ勘弁、おお、真田、あ、あんちゃん、ああ、いや、これ結構いいんじゃない、いいんじゃない、いけんじゃない、ワンちゃんも使いやすい。これどうする、そういうコントみたいにすんのか。うん、いや、もう、うん、いきなり初手コント来られたから、うん、こっちもやった方がいい。ああ、コント行くか。今更多分視聴者さん見たくねえだろ、すんなやつ。
まあ、そんなことないですね。そんなことないよ。まあ、いろんなパターン。どっかちょっと心のどこかでがっかりするって。そうか。コントかじゃあ。コントというか、何かに演じた方がいいんじゃない？なるほど。ホストみたいな。ホスト。うん。お客さんと。あ、いいね。そうそうそう。スネオメがお客さんで。お客さんで。ホスト、ナンバーワンツーホスト。かよ、かよね。それでいこう、これでいこう、頼むんますか、お客さん。どうしたらいい。いやだから、おそらくホストクラブ行かれたことないですもんね。だから、なんかなんとなく行ってるイメージで、そうそう、うん、まあ俺らが口説きます。あ、そうですね。うん、で、なんかだから常山でも喋った方がいいもんね。だから、もうワードはもうワードは任せてください。そうそうそう。それ以外のそうぽいワードをいっぱい言ってください。うん、そう。やだやだとか。うん。あ、それめっちゃやだ。やった。こっちでワードを言いまくればいいんだもん。常嫁がもうぽいワードをそう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 たくさん掘り込んでほしい。なるほど。うん。ぽいワード。うん。ぽいワード。出てくるかな。うん、大丈夫。大丈夫。絶対いける絶対いける。絶対いける。頑張りましょう。頑張りましょう。いける。それでは、高校チーム、よーい、スタート。いらっしゃいませ。ホスト初めてなの。初めてなの。初めてです。初めて。初めてです。シュウジです。アキラです。シュウジとアキラです。初めてなんだ。初めてなんだ。あ、そうなんだ。なんかいいじゃん、一人で来るなんて。いいよね。最高じゃん。うん、俺ナンバーワン。俺ナンバーツー。ラッキーだね、ラッキーが。ナンバーツー、ナンバーツー。要はラッキーが。ラッキーが。お笑いとかどうなの？好きなの？お笑い、最近お笑い流行ってんじゃん。こいつ古いよね。俺めっちゃお笑い好きでさ。勘弁だよね、こいつ。お笑い好きそうじゃん。ねえ、ギャグとか好きじゃない？ギャグ好きなの？コマネチとか好きじゃない？こいつ古いよね、マジで、ほんとに。あ、ゲッツとか古いんだよ。君のハートをゲッツとか言ってたから。コマネチ、ゲッツ。コマネチ、ゲッツ。アイン、アイン、アイン。コマネチ、ゲッツ。アイン、アイン、コマネチ、ゲッツ。どれが好きなの？言ってもらえよ、どれが好き？こいつね。コマネチかな？コマネチ。お笑い好きだね。いや、お笑い好きじゃないよ。お笑い好きだよ。喉乾いてない？喉乾いたかも。なんか乾いた。ああ、じゃあ、うん、ちょっとなんか入れちゃってみたいな。なんか入れちゃう。ワンちゃんドンペリとか言っちゃう。お前ドンペリいきなり言っちゃう。ドンペリ言っちゃう。ドンペリ言っちゃってもいいよ。行く。じゃあお願いします。ドンペリ入りまーす。こっちコマネチもください。古いよね、こいつ、ほんとに。コマネチンタルみたいなお酒使ったって。もう冗談きついよね、ほんとに、もう。まだ勘弁だよね、これね。すいません、もっとイケメンいないんですか？ちょっと待ってくれよ、ナンバーワンだよ。ナンバーツーだよ。頼むよ。頼むよ、これマジ勘弁だよ。いや、ほんと、いい加減にしてください。いい加減にしてほしい、いい加減にしてほしいよね。初めてなの？うん。初めてこんなキモいホスト来た。おい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 、ちょっといい加減にしてよ。逆に気持ちよくなってきたよ。最高じゃん。本当に最高じゃない、この本当にね。逆に興奮するよね。本当デキンあるんじゃない、ワンちゃん。デキンある、ワンちゃんデキンあるよ。逆にいいじゃん。逆にお客さんも、うん、新鮮でいいよね。ちょっとキモいとか言ってんだよ。やめてよ。逆にじゃん。でもキモいも裏返しって言うじゃん。あ、逆に？あ、うん、言ってると思うよ、多分。うん、あ、そうじゃないの？本音言っちゃいなよ。言っちゃいな。どっちタイプ？言っちゃいな。言っちゃいな。本音言っちゃいな。どっちタイプ？言っちゃいな。じゃ、面白いギャグ言った方で。マジかよ。もう本当にしょうがねえな、もう。行くよ、俺。もう知ってんもん。終了。終了でございます。あれ、もっとやりたかったな。あれ、早い。3分早い。早かった。常梅、お疲れ様です。いかがでしょうか。面白かった。面白かったです。むずっ。
難しいで、ちょっとコントのクオリティ高すぎましたよね。だいぶネタ合わせしたんですか。してないがな。すごいな。でもちょっと思い当たる節はいくつかあるんで、そこはちょっとじっくり、今から会議していきたいなと思います。はい、さあそれでは、はい、答えが出揃ったということで、はい、よろしいでしょうか。はい、テンポよく回答を発表してください。はい、どうぞ。マジ勘弁。どうでしょう。それでは指定ワードを発表させていただきます。ワンチャンゲッツマジ勘弁。やったー、よっしゃー。ということでマジ勘弁は正解。これ3ポイントありました。おお、8ポイントゲット。いろいろちょっと喋りたい。よくギャグ入れなかったね。確かに、うん、めっちゃ迷ったぞそれは。どれか一個入れようかって 話もあったんですけど、最終やっぱみんなで思うやつやっぱ丸していこうかってこれになりました。いや正直、うん、ホストむずい。むずかった。あのマジでもう打ち合わせなしでやったんですよ。そうで、いけるやろうと思って、そう乗りで行こう思ったら、言葉出てけへんから。全然出てこないの。ホストっぽい感じが決めてたん、シュージとアキラ。じゃあ急にナンバーワンホスト俺持ってかれたし。俺ナンバーワン、ナンバーツーになってる。じゃあ誰な、そうワンチャン全然入れられなかった。そうなんかね、怖くない、なんかね、俺そこトンボに任せたの。そう、ああそうなんですね。あのね、要はホストっぽいごまかすワードが全然出てこなかったから。なるほど。ワンチャンとかマジ勘弁をなんかたくさん入れるのが、要は目立っちゃう感じになっちゃうから。だからね、ビビっちゃってシンプルに手数少なかった。ワンちゃんは一応自分たちの中では書いてたんですけど、あんまり、ね、目に留まってなかったですね。だから俺らの作戦は、そうこれ言っちゃっていいよね、別に。あやめとこ、やめとこ。ね、何やろ。いやボロ負けしてるやつが隠すって何。でもさ、これ分かんないもん、分かんないもん。2回戦がね。いやでもマジ勘弁お見事。よかった。というわけで17対今8、はい、9ポイント差やばいね。でも分からへんから。そう、ちなみに、はい、今から2回戦やるんですけども、はい、前回の動画めちゃくちゃ評判良かったじゃないですか、はい、でコメント欄で結構あったのが、私たち僕たちもやりたいっていうことだったので、それちょっと採用させていただいて、はい、2回戦は指定ワード隠させていただきます、はい、なので皆さんもぜひお考えください、うん、指定ワード引くシーンはいらんのか。いらなくなっちゃうもん、はい、もうだからいらないんだ、もうドンでいけるよ。もうそれでいきましょう、はい、じゃあもう次の絵は、はい、この3人で何かスタートしてる。そう、用意スタートからや。皆さんもぜひお考えください。もしよかったら手元にノートか何かしていただけると。確かにね、より一層楽しめるといただきますんで、ね、はい、もうさ、引っかかったよね。ごめ僕が今噛んだの引っかかったよね。なんか変な日本語喋ったもん。楽しめるといただきます。引っかかってたりよ。引っかかってた。だんだんなんとかして。リオちゃん好きだからね、これから。これからも引っかかってください。助かる部分が多いんでね。じゃあ行きましょうか。行こう。それでは2回戦先行チーム、よーいスタート。お昼休みだよね。てかなんかめっちゃ疲れなかった。タイプめっちゃ疲れた。めっちゃ疲れた。何、あの鬼教師超やじゃなかった。鈴木。マジキツ。何やの服、鈴木の。やってらんない。前の先生のが良かったよね。良かった。あのなんだっけ、田中先生。やっぱ田中しか勝たんって感じ。田中好きっす。田中好きっす。好きっす。好き。最高なんだけどその言葉。好きっす。うん、流行りそう。流行りそう。流行りそうだけど流行らそうでもない。
でも6時間目も体育だけど、もう一回やるよ。スケジュールめっちゃ体育多いじゃん。もう一回体育あるよ。続け、続こ、続きもういいよ。てか、てか指定ワードなんだっけ。わかる。わかんなくなってきた。お昼ご飯食べようだったよ。あー、しょうもない、しょうもない。さっき YouTube 見てる？見てるよ。見てないやん。え、バレバレ。絶対バレバレなんだけど。うちバレバレ。バレバレ。マジ？ジーマ？ジーマ、ジーマじゃん。それなんか聞いたことある。ジーマの和義じゃん。誰それ？和義なんだけど。ジーマの和義。和義出てきたら炎上案件じゃんそれ。あそれやばいやばい。マジはずい。炎上しちゃうじゃんそれ。はずい。はずい。はずそれな。はずすと。あとまんじだ。まんじ。まんじもそうなんだった。けんだけど、ちょっとお腹すく、お腹すく、鈴木です。いや来ちゃった。来てる。文句言ってるよね。まあ、ニッコが出ました。文句言ってるよね。知らんけど、先生。マジニッコが言ってました。ニッコとツネが言ってました。鈴木しか勝たんって言ってました。鈴木しか勝たんって何？それなんどういうこと？言ってなくね。うち角出てるよ。今これ角出てるよ。え、それな、それ、それな、切れてるってこと。え、角っす。うん、角っす。角っす。これ切れてるってこと。なぜなぜなぜ。いや、切れてるってことじゃん。え、ちょっといい、それガチで意味わかんないやつ。ガチで、それガチで意味わかんないやつ。いや、意味わかるじゃん。聞こえてっから、こっち。え、ちょっと、本当に意味わかんない。え、本当になんか何とも関係ないの。もうやめて。ちょっともう帰ってよ、鈴木。マジ無理なんだけど。帰ってください。帰ってください。マジ帰ってください。終了。一回戦より絞れそう。うーん。俺はね。なるほど。俺だから実はそんな書いてないの。ああ、確かに。俺結構少なめないの。うん。俺はそんな感じがした。なんか苦戦してた感じしたな。確かに。絞り出してる感じはちょっとしたな。一回戦よりも強引に話題変えたりとかじゃない。そう、どうでした、常嫁は。結構無理やりな感じはありました、後半ね。え、俺なんか癖見っけたんだよね、一個。あ、マジ？まあこれ俺らにもあることかもしれんけど、はいはい、指定ワードじゃないやつ、うんうん、要はダミーを繰り返しがちちゃうから、うんうん、あー、それは誰かが、うん、なんかその感じがしたんよ。ダミーを繰り返してる。なるほど、なるほど。本当の指定ワードは繰り返してないんじゃないかなって。結構1回戦で稼いでるし、うん、そこまで冒険する必要もないし、うん、俺はそれなとか俺入ってないと思うな。だからそれな結構後から追っかけてたで。追っかけてたな。追っかけてた。話し合ってから決めます。さあ、それでは、はい、回答が出揃ったということで、はい、はい、テンポよく発表の方お願いいたします。はい、視聴者さんも一緒にどうぞ。いきます。炎上パターン来い。それでは指定ワードを発表したいと思います。知らんけど炎上案件何々しか勝たん。まあそれは勝たんですけど、まあ OK とします。これ OK？ これは OK です。これはそれはダメ。あということで、ただですね、炎上案件1回、知らんけど1回ということで2ポイント。やった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 。全然言ってない。やった。しか勝たんは3回言ってましたが、それを没収ということで。よー、待て待て待て、あれ言えてないの。正直、うん、正直
僕は一回も言ってないですよ。あれ？あのこれ大事件で、大事件、そうですね。全部長くてみんな全部忘れるっていう指定ワードを。え、じゃああのリオちゃんが途中で言ってたのあれ本音ってこと？ガチで焦ってます。俺指定ワードとも書いてたんだよ。ガチ？3人とも忘れた瞬間があって、何も言わない、どうしよう、なんだっけみたいな、そう、なんだっけってなって、そう、誰も言わないから僕がテンパって先生になって出てくるって言わない。よし、これあるよ、あるよ、視聴者さんずっこけてるんですよ。これ絶対出しといた方が良かったやつや。すいません、視聴者の皆さん、ちょっと大事故で忘れてたみたいで。そうなんですよ。あ、そうなんや。結構嫁サックが何発も入れてくれてたんだと思うんですよ。そう、はい、でももう本当に私もポーンって途中抜けちゃって、うん、あ、何だったっけ、何だったっけ。3人が3人ともそうなるんだって。そう、3人とも長すぎてずっと覚えられなくて。なるほどね、はい、だから、くじ運ですよ、はい、そうですよ、これまたそこも面白いところやから、はい、2ポイント、はい、いや、これだから俺ら11回言ったら同点や、そうですね、12回で逆転や、すげえ、おめえいける、いける、頑張ろう、だって1回戦で17も言ってんの、そうや、やっちまったな、やっちまったな。続いて我々いきます、はい、それでは2回戦高校チームよーい、スタート。いやー、今年の夏は暑いの、い暑いな、本当にな、夏子さん、暑いな、夏子さん、暑いな、何、それにしても、ハノーさんはどこにでもいるような顔しとるな、メタルやフリー素材顔やねん、何や、フリー素材顔、そんなわけあるかい、からの、からのって何やねん、そしてフリー素材で終わりやが、結果、結果って何やねん、からのフリー素材で終わりやが、そしてなんでこいつ求めんねん、これ結果、ボケてもうた、完全にボケてもうた。しかしそれにしても夏子さんは綺麗な、クレオパトラみたいじゃ、クレオパトラじゃ、どないやねん、なんでやねん、綺麗マジでやねん、いつも綺麗からな、町一番の美人顔ねえ、それに比べてわちはどないやねん。貴様はな、お主は本当にフリー素材みたいな顔してる、お主が言うな、お主が言うんじゃない、意外の例えはないんだ、何を言うとるんだ、意外の例えはないんだ、何やよ、からの、なんでわしが言わなきゃいけないんだ、なんでやねん、何を言うとるんじゃ、夏子さん、うん、最近どうよ、夏子ちゃん、どないやねん、どれしか言わんがな、もうそれしか何を言うとるんじゃ、夏子さん、夏子さんも最近ちょっと疲れが見えてきとるから、最近でも食べ物が美味しくなってきた季節やないの、からの、からのって何やねん、こいつ、そしてどうやこいつ、どついたのか、どつきた、どつきた、お前どつきた、お前この年だってのどつきは見とられんわ、お前がそんなこと言うからじゃないか、どついたのか、お前夏子さん、どつかれたら参ってるわわな、春男がそんなことを言うからやないか、お前じゃあろう、わしは秋男じゃ、秋男、お前じゃ春男は、わけがわからん、わけがわからん、わけわかねえじゃ、からんの、そしてなんで追い込むんじゃ、結果追い込むな、追い込む、追い込む、結果を求めるな、追い込むんじゃないな、夏子さん、それにしても夏子さんは本当にクレオパトラみたいだな、どついたのか、ほんまにどつきたいよ、ほんま、お主さっきからどつくどつく、なんでそんなことを言うんや、お前、お主がそんなことばっかり言うからやろうが、からの、なんでこいつは、そして追い込むな、結果わしをこれ以上追い込むんじゃねえ、バカ、誰が、夏子さん、うん、この人もうやばいかもしれん、もうわしはもう息が長くないかもしれん、死ぬ、ああ、くそ、終了でございます、あ、
でも意外と少なかったですね、はい、そうですよね、うん、もっとなんかいっぱい来るかなって想定はしてたので、うん、多分ダミーを決めて、うん、V 字の言葉をもう3種類ぐらい用意してるんで、うん、すごいっすね、さすが。この3種類を全部やっちゃうっていうアイデアにしますよね。確かに。じゃあちょっとこれラストなんで、はい、しっかり考えていきたいと思います。はい、さあということで、はい、回答が出揃いました。はい、来い。この結果次第で勝者が決まるということで、逆転逆転逆転。それではテンポよく回答の方発表お願いいたします。なんでやねん、どないやねんからの、それでは指定ワードを発表したいと思います。フリー素材、なんでやねん、おっしゃからの、やったー、やった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 よっしゃよっしゃよっしゃ。まだ数を発表してないですけど、そうだった、はい、当てられなかったフリー素材が5ポイントということで、嫁サックリオさん常チームの勝利。いやーマジかー、すごいね、当てたね、当てたね、やったー、すごい。これはもうね、やっぱりお二人は、うん、もうこのここがやっぱ気になるから、もう両方入れとこうっていう。なるほどなるほど、はい、いい素材もあったんです。あったんだ。4つでどれにしようって最後なって、うん、でこれどっちか入ってそうだから両方書きましょうって、うん、フリー素材はもう記憶の中でもそんなに回数は多くなかったので、うん、はい、省くっていう。なんか強いねでもさ、常嫁、はい、トンボ、はい、もう俺ら一か八かやってん。そう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 、もう俺ここにかけてたから、そうそうそう、もうしょうがないかなっていうところはあるかな。ね、これさ、入ってたらどうだったんだろう、何回ぐらい入れてたんだろう。からのが7回なんで、それが入ってれば12いってます、ね、うわー、ほら、あぶねー、これ危なかったよ、これ言ってなかったら俺は逆転優勝やった。うわー、そうかいや、でもちょっと俺、つねよめごめんなさい、俺がね、反省、めっちゃ楽しなってきてもらったトンボ追い込むめっちゃおもろかったマドリブでやってるからさそう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 、だから、なんか入れすぎたんかなっていうのもあるけども、いやー、むずいなこれ。つねよめどうでしたか。いやめっちゃ悔しいです。悔しいですよねこれ悔しいな。でもなんか前回のも見て、やっぱり意外と常山さんがぶっこんでいくみたいなのを私たちは思っていたので、あ、そうか、サクサクさんはもう ダミーもめちゃめちゃ入れるんで、うん、結構常山さんをチェックしてた。うわぁ、うん、くっそ、なんかもう分析されまくったらなんまとって感じすごいわ。そうですね、やっぱりこの空のは絶対入ってたら怖いから、うん、そう、絶対入れようと。だから1回戦の俺らで言うござるだ、うん、そうだ、はい、これむずいな。難しいし、トンボテンパりすぎてマジで俺お前のことハルオー言うてんの俺のこともハルオー言うてんのもうわけわかんなくなってきちゃったんだよいやでもこれしょうがないね、しょうがないね、お見事です。ありがとう。ちょっとこれまた、うん、コメント欄を見てですね、そうですね、もしも評判よかったらまたやりたくない、どう、あれそんなにやりたい、やりたいよね、はい、でチーム分けこれおもろいわ、おもろいおもろいおもろい、隠してどうで、おもろいおもろい、まあコメント欄にください、よろしくお願いいたします。お願いします。今回はボロ負けでした。やったー、おめでとう、悔しいよ、ありがとう。最後まで見ていただきありがとうございます。インスタグラムのフォローお願いします。 X のフォローもお願いします。 TikTok のフォローもお願いします。またお会いしましょう。